JR 貨物古希70系貨車は、日本貨物鉄道が1991年に多目的輸送用として製作した貨車である。国鉄時代の1978年以降、途絶えていた海上コンテナの鉄道輸送は、JR 貨物発足直後の1989年4月に古希100系を使用して再開された。これは、同年の 横浜白開催期間の交通渋滞を回避する一時的なものであったが直後に実施された運輸省のモーダルシフト推進政策や後継期間でトラック輸送業界の人員不足が顕在化したことを受け JR 貨物は輸出入貨物の国内輸送を本格的に開始することとした。国希100系は床面高さの関係で高さ9フィート6インチの 排球部コンテナが積載できないこともあり、聖高コンテナと航空コンテナも積載できる新型コンテナ車の開発が開始された。聖高コンテナ積載のために採用された低床構造を活用し、大型トラックのピギーバック輸送にも使用できる多目的化車として開発され、1991年3月26日に古希70型として2両が、 川崎重工業にて試作された。本形式は、後年の情勢変化により量産はされなかったが、低照式多目的車両の設計思想は古希71系のカーラックシステムなどに継承されている。大枠は、コンテナ車標準の魚服系が張りであるが、高さ9フィート6インの正高コンテナを積載できる、よう床面高さ709ミリメートルの、 低床平床構造としている。このため、中間の連結器は高さを5 5 0ト、mm、ルまで下げた固定連結器とされ、2両を1ユニットとして運用する。車体長は1 9 8 0 0、mm、トル外部図色はファーストブルーである。トラックは自走で積載する方式で、床面には走路を設け、ユニット両端の端張りは積載のため開閉できる構造である。 コンテナ禁定装置はトラックを積載可能とするため着脱式とされた。積載能力はコンテナの場合、JR20 フィートが3個、JR30 フィート ISO 規格20フィートが2個、銅20フィート、銅40フィート、銅45フィートが1個積載できる。JR12 フィートコンテナは禁定装置がないため積載できない。トラックは11トン車が1台。 4トン車が2台、20KL タンクローリーが1台積載できる。台車は床面を下げるため車輪径を 610mm に小型化した FT11 系である。軸箱装置はシェブロンゴム支持、低床構造の条件下で減衰性能を確保するため、ボルスタレス式空気バネ台車とされた。ディスクブレーキや滑走防止装置を装備した基礎ブレーキ装置は、 JR 貨物の貨車では初の採用である。ブレーキ装置は c o 1 0 0系と同様な CLE 方式を装備し、電磁弁は奇数車に装備する。c o 7 0系の901と902本形式は1ユニット2両が製作され、1992年から営業運転に使用されたが、量産車は製作されなかった。これは、 景気交代によるピギーバック輸送の需要減少や後年の建築限界調査で聖高コンテナ輸送に必ずしも低床車両を必要としないことが判明したため低床貨車を量産する意義が薄くなったことが原因として挙げられる。現在、本形式は使用を休止3月31日配車し、川崎車両所内に留置されている。以降の海上コンテナ輸送は 古希106型や古希200系の制作によって対応されている。ありがとうございます。